こちらは後席からのインテリア全景です。未来感を出すために直線基調に、スイッチ類はすっきりとフラットに、ファブリック素材でモダン風に、ダイヤルにすることでシフトレバー感をなくす、もう EV っぽさを出すためのエッセンスがてんこ盛りといったようなデザインとなってます。グロスブラックが多用されているのがラグジュアリーと感じるのか、一世代前の高級感と感じるかは人によって評価が変わりそうです。さあ EV の時代がやってきます。無理やり見ても、さてあなたにとって購入したくなる車とは何でしょうか。デザイン、運動性能、はたまた高級感、まあ、少なくともつまらない車には乗りたくないですよね。さあ今回はトヨタ BZ4X、 実力のほどはいかがなんでしょうか。今回もフラットに辛口レビューしていきたいと思います。はい、こんばんは。家庭菜園で家計を支える男、カンパクダディです。今回はトヨタの BZ4X、 エクステリア・インテリア編です。今日も世界中のダディたちとかっこいいファミリーカー開拓していきましょう。さあ早速エクステリア見ていきますよ。このトヨタ BZ4X、 未来的なデザインとトヨタの EV ということで、まあ買うつもりはないけど興味あるといった方も多いのではないでしょうか。レクサスにもよく似た逆スラントノーズが超かっこいい都会派 SUV となっています。グレード展開は Z グレードのみ、ボディサイズは全長が4690、全幅1860、全高が1650mm、 ホイールベースも長く2850となっております。で、旋回半径は 5.6m、 カタログには狭い路地や U ターンに適した取り回しと言っていますけれども、リアリーって感じですね。カラーバリエーションはツートンも含めると全11種類、まあオーソドックスなカラーパレット。個人的お気に入りのデザインポイントはサイド、もうサイドのシルエットめちゃくちゃかっこいいよ。これノーズが長くて伸びのあるデザイン、逆スラントノーズが弓矢のように鋭く、もう走り抜けていきそうな印象を与えます。デコボコしたキャラクターラインをたっぷり使って筋肉質な陰影を表現していますね。20インチホイールはこんな感じ、 235-50R 20インチ。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアがダブルウィッシュボーン。おう、給電口ここですか。通常と急速で左右に分かれております。これ使いづらくないのかな、この配置どう思います。あ、電気自動車前向き駐車が前提なんですね。そういえばさあフロントフォーカスしていきましょう。スバルのソルテラと一番違うところがこのフロントノーズ、エアインテークがないのっぺりとした EV らしいマスク。この車も 86BRZ 同様、トヨタとスバルの共同開発車となります。ただ今回は内燃機関、つまりはエンジンの車じゃないので、開発はトヨタの方が主導、スバルの社員が派遣される形でノウハウ共有と開発がされています。ちなみにこの BZ4X は2025年までに7車種が投入される計画となっている BZ シリーズの中の1車種の位置づけです。 BZ、BZ はビヨンドゼロの略で、4はボディサイズを、X はボディタイプを表しています。つまりこの車は BZ シリーズのミドルサイズの SUV という位置づけなんですね。となるとコンパクトクーペだったら BZ2C とかになるのかな呼びづら。 LED フロントライトはクリスタル感が美しいシャープなもの、まあ、見方によってはよくある感じで遊び心は少なくも感じます。いやもうかっこいいっすね。なんていうかフェラーリのテスタロッサのような四角く未来的なクールさがあります。もしかしてプリウスのリアをデザインした人と同じデザイナーさんだったりするんでしょうか。スパッと切り落としたような潔さがね、かっこいいと思います。テントパターンはこんな感じです。どうぞ。エンジンルーム、ボンネット下も見てみましょう。パワートレインはリチウムイオン電池と前後に2モーター。今回の試乗車は 4WD のモデルなので、最高出力は前109、後ろ109馬力、最大トルクは前後ともに 169Nm、トランスミッションは日本電産製の E アクセルという専用ギアボックス。さすがトヨタさん、国内メーカーでバッチリ。まあ EV なのでエンジン部品メーカーはとバッチリ。続いてインテリア、ラゲージスペースはゴルフバッグが3つ入るぐらいの余裕の大きさ。床下にはケーブル等があるので、まあどうもごちゃごちゃしちゃいますね。昔の掃除機みたいに巻き取りコードとかにできないんでしょうかダサいダサいか。鉱石を倒せばほぼほぼフルフラット、 AC 電源ポートやコンビニエントフックもあり、応用の幅が広いので車中泊ユーザーには結構素敵な空間なんじゃないでしょうか。
マッシブなドアを開けると鉱石空間、ドアの内張りはステッチなどプレミアム感を出す加色っていうのはほとんどないですが、安っちさはありません。シンプルイズベストっていう感じです。で、非常機周辺はソフトな素材、上部パーツはソフトって言えるのか非常に曖昧な少し硬いパーツです。さあ乗り込みます。やっぱり小1。鉱石空間はガラスルーフの開放感もあり、とても広く感じます。頭上の圧迫感もねありません。で、膝前空間もかなりいいですね。ただバッテリーが床下にあるため足先空間がね狭いです。比例して座面も低く感じてしまうので膝が立っちゃう感じですね。足をクロスさせないとリラックスはできないかな。床下にリチウムイオン電池を配置するしかないので、仕方ないっちゃ仕方ないですかね。全固体電池などバッテリー技術のブレイクスルーがないとまだまだ居住性には課題が残りますね。トヨタさんもその辺の技術確立時期っていうのを予測した上で EV のラインナップを計画しているんでしょうな。現時点では SUV の形が電気自動車の現実界っていうことですね。でもまあセンターはフラットなので横移動もしやすいですし、斜め座りとかがしやすいです。なので車内で赤ちゃんのお世話がしやすいってことですね。またルームランプに単独スイッチがあるのもグッド、ママさんとしてはありがたいです。アームレストはたっぷりで居心地良さそう。カップホルダーは哺乳瓶やオロナミン C なんかは倒れちゃう形状。倒れますね。初見の方はそろそろ戸惑いを隠せないはず。実はこのチャンネルは子育てチャンネルなんだ。お父さん目線でダンディチェック入れてきます。ベーシックな A 型ベビーカー入れてみました。おー、ギリ縦でも入りますね。これはポイント高いですよ。残り半分に買い物袋を置けるので使い勝手はいいですね。 SUV ということで急なおむつ替え台としても使いやすい高さです。落っこちないようにね気をつけてくださいね。今度はチャイルドシート。ルーフの高さもちょうどいいし、座面が高いので赤ちゃんの乗せ下ろしは腰の負担も少なくやりやすいです。あとね、Cピラーがえぐられているので肘も当たらず、狭い駐車場でワンノッチだけドアを開けたとしても乗せ下ろしがなんとか可能です。これね地味にありがたいんですよ。確か以前レビューしたアイオニック5とかもそうだったかな。そういえばあの動画、アイオニック5の炎上事故が発生した途端、あのコメント欄がねとても賑やかになりました。もうみんなはしゃぎすぎですよ。人の失敗を笑っちゃダメだぞ。左右のリアドアにはチャイルドロック、アイソフィックスの固定金具ももろちんあります。こちらは大人目線のリアビューとキッズシートの子供目線のリアビュー。働く車もお空も見えます。文句ないです。さてこの BZ4X、日本での価格は600から650万円。この価格になってくるとラグジュアリー感は当然求めますよね。しかしウィンカーレバーも精密感をあまり感じないごくごく普通な感触。カローラとかと同じパーツかな。触って高級感って感じはしません。例えばオーバーヘッドコンソールのライト周りもカローラクロスのパーツの流用に見えますね。対してウィンドウスイッチ周りはねすごく触り心地がいいんですよ。指先にエッジが刺さるような感じもなく滑らかなタッチ。加えてリアウィンドウは、これ伝わるかな、窓が閉じ切る手前でゆっくり減速するんですよ。で、優しく閉めるモーター制御がされてるってことですね。もしかしたらウィンドウ周りの電装部品はレクサスとかのものなのかな。要はお金がかかっているパーツとかかっていないパーツがこの車にはね混在しています。センターコンソールも若干ガタつきがあるし、質感はいいとは思うんですけれども、作り込みの甘さがね、ちらほら垣間見えるんですよね。贅沢言うなよって話なんですけれども、600万でしょ？そう考えるとね、少なからず文句は出てくると思いますよ。そうなんですよ。高級車のポジションをレクサスとすると、じゃあこの BT4X は、ちょっとポジションがね、曖昧な車なんじゃない？という印象を受けました。はい、続いて前席です。ドアノブは普通のもの、電動ポップアップとかではないです。内装は鉱石と同様のテイスト、マテリアルの差別化もされてはいないようですね。前景はこんな感じです。さあ乗り込みましょう。最初に目を引くのはこのダイヤル。シフトはダイヤル式となりました。プリウスとかの例のシフトゲートよりは誤操作しにくいので、実際使ってみるとね結構好印象でした。EV ということでシフトとミッションを物理的につなげる必要がないので、シフト下にもトンネルのような収納スペースができました。便利な時代になったね。ステアリング周辺は先進的に見えてなんか古臭い感じ、なんだろうな、ブラウン管テレビみたいなもっこりちゃんというか、あ、わかった、あれだ、初代2代目プリウスの、センターモニターになんか似てるんだ。
ほら、そんな感じしません？こちらの試乗車のステアリングは丸タイプ。やっぱり丸ではなく、こちらの方じゃないとメーターディスプレイがね、見づらいです。まあ、そもそもね、ディスプレイがちっちゃい。ちっちゃい。このメーター周りのデザインは未来的でかっこいいんですけれども、ここのエリアにはね、何もないんですよ。言うなれば、デッドスペースなんですね。これがどうも気に食わないです、個人的には。例えば、ここの左右にインジケーターとか、センサー警告ランプを配置するとか、皆さん、ナイトライダーって知ってますか？これ、ね、昔やってた海外ドラマなんですけれども、こんな感じで、まあ、ここまでゴテゴテしなくていいんですけれども、せっかくね、スペースがありますので、インフォテインメント系のね、一工夫が欲しいなと思いました。シートポジションはもちろん電動。ペダルはオルガン式。チルとテレスコは手動です。ドライビングポジションも文句ないです。つま先当たらないし、ブレーキも踏みやすい位置。ハンドル軸も体の中心です。センターコンソールはとっても大きく見やすいタッチディスプレイ。エアコン操作スイッチ類もほとんどがタッチボタン。フラットでかっこいいですが、使い勝手は、いろいろと言いたいことがありますけれども、後日公開の試乗編でお話ししましょうかね。電動パーキングや各種モードスイッチ類、シフトのダイヤル。グロスブラックの蓋を開けると、スマホの非接触充電トレイ。カバーがスケルトンっていうところもね、とってもクールだと思います。ただ質感はね、高級感あるんですけれども、ちょっと目新しさはないかなという印象です。最新のその未来的な雰囲気のマテリアルの組み合わせじゃないかな。もうグロスブラックだらけ。今回撮影のために拭き取りましたが、もう前に乗った方のね、手垢が至る所にもうベッタベタでした。バチ。柔らかいメガネ拭きシートとかを常備しておかないと、多分すぐ小傷だらけになりますよ。さらに掃除しにくい箇所がね、多い印象です。スマホのワイヤレス充電、こちらも便利なんですけれども、ホコリが溜まってますね。さらにラバートレイでもないのでカタカタいっちゃうでしょうし、他にもここですね、カップトレイ周辺もちょっとしたね、段差があってゴミが目立つんですよ。あとはこことかね、ゴミが溜まりやすい。購入して 1,2 ヶ月もすればね、すぐ汚くなると思いますよ。綺麗好きの方には地味にストレスだと思います。オーバーヘッドコンソールにはデジタルインナーミラー。カローラクロス同様、やっぱりこのグラスルーフはいいですね。開放感があります。あ、でも真ん中に仕切りがあるんですね。はい、いかがでしたでしょうか。トヨタ BZ4X、 エクステリアは文句なしに超かっこよく、インテリアも頑張っていましたが、高級車と思って乗り込むとチグハグしている印象の車でした。さあ、次回は楽しみな試乗編です。珍しくボロクソレビューになってしまった BZ4X、 果たして乗り心地はどんなもんなんでしょうか。はい、それではこの動画を見て、電気自動車物価が高すぎてそもそも新車なんて買えねえよと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。世界経済と日本経済はね、もうシーソーみたいなもんなんです。今は耐えてください。正直私も辛いです。お父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてくださいね。それでは全国のお父さんお母さん、今日も一日子育てお疲れ様でした。次の動画でまたお会いいたしましょう。バイビー。